笛が吹かれました。キッカー福森、ゴールに向かっていくボール、ニアサイドスラして、キーパーロックダウン、あ、入ったみたいですね。入りましたか。これはラインを割ったという判定。福森からの精度の高いキック、ニアサイド、早坂すらしてこぼれていったところ、ここ宮澤ラインを割ったという判定ですか。入ってますね。ここね、おそらくここまで流れてくると思ってなかったと思うんですけど、よく合わせましたよね。すらしたところ、最後宮澤、札幌同点に追いつきました。